ロマンス諸語は、インドヨーロッパ語族イタリック語派、ラテンファリスク語群に属する言語のうち、ラテン語の交互である族ラテン語に起源を持つ言語の、総称である。ロマン諸語、ロマンス語、ロマン語とも言う。また、ラテンファリスキ語群のことを、ロマンス語群、イタリック語派のことを、ロマンス語派ということもある。方言連続体についての論議の際、 しばしばロマンス系書語の近似性について研究される。これは近代言語学の父、フェルディナンド・ソシュールが一般言語学講義の中でフランス語とイタリア語は一つの方言連続体であり、明確な境界線を引くことは難しいと記していることからも伺える。ロマンス書語は個々の言語である前にラテン語の方言であるとも言える。 20世紀のヨーロッパにおけるロマンス諸語の文譜ロマンス諸語の文譜、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、イタリア語、ルーマニア語。系統図言語学的には、ロマンス語は俗ラテ天語を外する諸言語という以上の意味合いは持たず、その分類は政治的に行われてきた。分類法に関する学術的な検証は近年になって行われ始めたに過ぎず、 言語系統についての議論は絶えない。イタロ、西ロマンス語やガロイベリア語などの細分化された分類についてはまだ確定されたものではない。イタリアの方言。黄色から薄黄緑の部分がガロイタリア語圏。なお、タイロリーズ、スロービノだけはロマンス諸語に含まない。フランスの方言。南仏一帯に広がる赤から桃色の部分がオック語圏。なお、 紫色の各言語のうち、フラマン、フランチーク、アルセション、ブレトン、バスクは、系統が異なり、ロマンス諸語に含まれない、ベルギーのワロン地域における方言。赤系色の部分が、ワロン語圏、スペインの言語。スペイン語、スペイン全土で、公用語カタルーニャ語、地方公用語バスク語、地方公用語バリシア語、地方公用語アラン語、地方公用語アストリアス語、 レオン語アラゴン語バルカン半島周辺の方言、ルーマニア語、アルマーニア語、ありがとうございます。